さあ、今日はモンストして遊ぼうかな。何があるんだろうね。え、なんか変なの来た。え、なに、号外モンストニュースで何？え、なに？え、なになに？え、なになになに？え、なに？なんすか、なんすか、なんすか、なんすか？は？かまど？え？炭治郎？え？かまど炭治郎？え、め、え？どういうこと？どういうこと？え、お、お、え？おお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 なんだなんだな、煉獄さん、めっちゃかっこいいじゃん。だった、おお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 、マジでモンストニュース、え、鬼滅国、いや、こんなことある、え、マジじゃん。え、みんな、やばい、モンストかける鬼滅の刃コラボ第2弾来ました。おめでとうございます。いや、めっちゃ楽しみにしてたんだよ、本当に。いや、2年ぶりですね。2年ぶりにモンストとコラボということで、僕モンスターストライカーなんでね、本当に嬉しいです。ずっと待ってました。いや、ということで詳細についてはですね、こちら、はい、なんとですね、3月10日木曜日に開催するモンストニュース、まあ、YouTube のね、まあ、公式チャンネルで生配信いつもやってるんですけども、その中で、まあ、16時から、まあ、発表があるということで、詳細ね、チェックしたいなと思いますし、胡蝶忍とか、富岡義勇さんとか、あの辺もね、新しく重心化回するんでね、その辺も楽しみだし、あと煉獄さんと渦井天元が新しくキャラクターでね、ガチャゲンとして登場すると思うので、やばいっす。マジっすか。ほんとっすか。ありがとうございます、本当にありがとうございます。いや、ほんと3月マジで忙しくなるね。いや、ほんと3月ね、動画のネタなかったっすから動画のネタありませんでしたありがとうございます。いや、3月はほんとモンストね、たくさん動画アップしていこうかなと思いますんで、皆さん楽しみましょう。鬼滅かけるモンスト、これマジでおもろいと思うんでね。いやー、ちょっとほんと楽しみ。ダキと牛太郎も来る。ダキと牛太郎も来ちゃうんじゃない？敵でね。ダキと牛太郎も多分来ると思うし。はぁ、マジ？ダキ、ゲットできんの？やば。ちょっと待って。ダキ欲しい。いや、しかも胡蝶さん。胡蝶さん欲しいよ。ちょっと。いや、待ってくれ。楽しみです。はい。でね。僕のね、ボックスはどんな感じかっていうとですね、鬼滅コラボ第1弾のね、頃のね、様子なんですけども、まずね、胡蝶忍さん持ってるんですよね。そうなんですよ、これね。これが、だから、新しく強くなるっていうかね、まあ、さらに進化するっていうことで。いやー、これちょっとマジで嬉しいね。忍さんね。ボイスもね、あるんだ。ボイスもね、3つあるんだ。いいね。このボイスもね、僕引き換えてられないんですよね。第1弾の時、3つ目のボイス、あ、全部引き換えてたわ。で、富岡さんね、富岡さんもいるんだよね。これも、はい、新しく強くなりますんで。マジで？でもどう強くなるんだろうね。いや、わかんない。いや、でも、炭治郎だけ？わかんないけど、炭治郎持ってないんだよね。炭治郎多分ね、遊楽園でめちゃめちゃ強くなったから、相当強くなると思います。富岡さんとかも多分、重心化回避すると思うんだよね。うん。人を食った鬼に情けをかけるな。かっけえ。絶望する。泣くな。絶望をするな。そんなのは今することじゃない。俺が来るまでよくこらえた。あとは俺に任せろ。いや、かっこいいね、マジで。これも強いからね。うん、だいぶモンスト界では、相当強い方なので、富岡さんと忍さんは今でもね、使われてるぐらいなんで、本当にすごいいいですね。いや、あとね、図鑑行けばね、うん。あ、善逸とかもいいのか。善逸とかも強くなると思うんだけども、炭治郎ね。炭治郎が、これがね、あんま強くないのよ。うん。現段階あんま強くないのよ。だから、これかなり進化するんじゃないかなと思ってますね。そう、さっきのイラストめっちゃかっこよかったね。あれ欲しいわ。ちょっと持ってないんだよね、炭治郎ね。もう、未所持なんですけども。これが強くなると思います。で、そして善逸とかもいたよね。善逸強いんだよね。うん、善逸は持ってるんですけど、こんな感じで善逸ね、めちゃめちゃ強いっす。
これは星4号キャラクターなんですけども、うん、4号の中では相当ですよ。うん、これね、ワンパンキャラクターだったからね。そう、これもさらに進化してくれたら4号なのに、そう、めちゃめちゃ強いから、善逸びっくりするぐらい強かったから、これも強くなると思いますし、あとねずこちゃんとかね、どうなるんだろうね。ねずこがそう配布キャラクターだったんですけども、この辺がそうですね、新しいねずこの配布キャラクター、今回ねずこがそうボインになってたから、オッパーがボインになってたから、そのバージョンのねずこがね、まあ神化あたりで来るんじゃないかな、新しい進化形態が来るんじゃないかなと思ってます。楽しみですね。うん、で、あと、イノスケですね。イノスケもいたんだけど、これもね、何かしら、うん、進化が、まあ、神化あたりあってもおかしくないかなと思ってますね。まあ、第1弾キャラクターはこんな感じなんですけども、追加で、先ほども話しましたけども、渦井天元さんとね、うん、煉獄さんが来るんじゃないかなと思ってます。はい。いや、ガチャゲンね、やばいね。いや、渦井さん相当強いと思うし、煉獄さんに関しては、やばいんじゃない？めちゃめちゃ強そうだよ。うん。相当強いからね、煉獄さん。赤座とかも多分敵キャラで出てくると思うんですけど、その辺も楽しみですね。エムも出てくると思います。はい。すげえ、だから盛りだくさんなコラボになりそうですね。はい。こんな感じで号外で発表されましたけども、詳細とかもね、気になりますね。はい。ということで、モンスト公式 YouTube チャンネル、私同時視聴ね、しようかなと思ってるんでね、3月10日の4時より生放送しますんで、よろしくお願いします。はい。楽しみです。久しぶりですね。生放送久しぶりだし、いや、こういった感じで、はい、動画撮るのも久しぶりなんで嬉しいです。ということで、ネタが増えたんで喜んでます。はい。まあそんな感じで皆さんもね、ぜひ一緒に遊びましょうということで、高評価、チャンネル登録お待ちしております。バイバイ。制作ありがとう。ありがとう。あなたたち。だから、できた、鬼滅を、応援します。うまっ。